どうも、アーニャです。今回は待望のイリュージョンオブカオスで強化された遊戯王界のスパイファミリー。個人的にもお気に入りのスパイラル使って宇宙創生していきます。ちなみに他のお気に入りはエンフェルニティとかジャンドとか、共通点はない。細かいレシピは最後にして任務へ。この端末は5秒後に爆発します。ミッションスタート。こちらの閃光、ジーニアスとソウルズが揃った時、宇宙が始まる。儀式の準備で早速新規のイリュージョンオブカオスをサーチ。イリュージョンオブカオスを相手にドヤ顔で晒すことによって、デッキからブラックマジシャンのカード名が記されたマジシャンズソウルズをサーチ。その後手札を1枚デッキに戻す。ソウルズをこれでもかと自慢することで効果発動。デッキからレベル6以上の魔法使い族を墓地に送りながら特殊召喚。ジーニアス通常召喚でビッグレッドをサーチしてそのまま発動。墓地のスパイラルを蘇生してそのモンスターに装備。グレイスの起動効果でスパイラルミッションカードをサーチ。手札から魔法を2枚ソウルズで墓地に送って2ドロー。この時ビッグレッドをコストにしてもグレイスは車から降りるだけで場に残る。スパイラル2体でダブルヘリックス。グレイスが場から墓地に送られたのでスパイラルモンスターとスパイラルリゾートをサーチ。すでに1枚が3枚になってる有能すぎる過労死担当グレイス。スパイラルリゾートの起動効果でスパイラルモンスターをサーチ。手札を1枚墓地に送ってジーニアスを蘇生。特殊召喚したのでスパイラルギアカードをサーチ。なおこの効果にターン1なんてものはない。ソウルズコストで捨てた強襲を墓地から除外してスパイラルを手札から特殊召喚。ドローンでトップ操作してからダブルヘリックス効果のトップ宣言。ドローンで把握済みなので確実に当たる。ダブルヘリックスのリンク先にジーニアスをリクルートしてリンクリボーに。ジーニアスの自己蘇生にもターン1はないので蘇生。ジーニアス2体で神羅の姫宮。ジーニアスは自己蘇生して場を離れると除外されてしまうが、エクシーズ素材にすることでその情報が消える。魔法使い族を含む2体でセレーネ。バト墓地の魔法が4枚あるので4つカウンターを置き、3つ取り除くことでリンク先に魔法使い族を蘇生。どうして魔法使い族になってしまったんだグレイス。グレイスの起動効果によるサーチもターン1なんてない。スパイラルミッション救出をサーチして4体素材アポロウサ。多分こいつこの対戦で仕事しないだろうな。相手デッキトップのカード種類を宣言してダンディー効果。ドローンで検閲済みなので当然正解して特殊召喚。ジーニアスの自己蘇生で救出を墓地に送る。墓地の救出を除外することでスパイラルモンスターを蘇生。何食わぬ顔でサーチ。なおジーニアスの自己蘇生は場にダンディーがいないと使えない。なので効果使いたい時はダンディーかダンディー扱いのダブルヘリックスを用意しておく必要がある。効果モンスター2体でウイルスソードマン。相互リンクになるよう配置して効果でリンク先にゼロデイをリクルート。ジーニアスを自己蘇生して墓地のリンクリボートチェンジ。これで同じ属性で種族が異なるモンスターを3体出せたのでキュリオス。キュリオス効果で何でも1枚デッキから墓地に。グレンの指名者引いちゃったし適当に一滴でも送りますか。ジーニアスがいなくなってダンディーを維持する必要はなくなったのでキュリオスとファイアウォール。救出を除外してグレイスを蘇生。自分がサーチしたカードで蘇生する女。ついに1枚から6枚生み出した。最後の救出をサーチしてコードブレイカーを含むモンスター2体でウイルスバーサーカー。これはアポロウーサの真下に配置。特殊召喚した時相互リンク状態なのでウイルスバーサーカーの効果発動。墓地からコードブレイカー2体をリンク先に蘇生。カード名が異なるモンスター2体でトロイメアグリフォン。効果で手札を1枚捨てて墓地の魔法罠をセット。救出を捨ててキュリオスで落とした一滴をセット。さらに相互リンク状態なので1枚引いて1フォー1モンスターを捨ててレベル1をリクルート。トークン以外の2体でトライゲートウィザード。救出で墓地のダブルヘリックスをトライゲートのリンク先に蘇生。これで完全体トライゲート。墓地のスパイラルを3枚除外してボルテックス特殊召喚。ラストリゾートをボルテックスに装備して展開完了。この時点でタイマー残り60くらい。最後にスパイラルリゾートの維持コストで墓地のモンスターをデッキに戻して終了。相手ドローフェーズにグレンの指名者。手札を相手に自慢することでピーピング班です。穂先にはウララをぶつける。ドローンで相手のデッキトップ3枚確認した時、ドロソばっかで一瞬図書館エクゾかと思ったけどそんなことなかった。できればスプライト入り構築だとありがたい。さてその手札全部見せな。ドロソばっか。これは泉引っこ抜くべきだったかな。場にはモンスター効果4回向こうのアポロウーサ。何でも向こうのトライゲート。リンク状態じゃないモンスター効果の発動を封殺するグリフォン。自身と相互リンクしている数だけモンスターバウンスのファイアウォール。フリチェで場のスパイラル1枚と相手の場のカード2枚を破壊するボルテックス。こんなガッチガチの盤面なのにルーン対面だとほぼ刺さらないんですが、スプライトルーンだと言ってよバーニー。泉の発動にチェーンしてトライゲート。3体と相互リンクなので相手の発動を何でも無効にして除外する。群雄割拠加えなかったのはボルテックスが処理できないからか。仕方ないのでファイアウォールでチェーン。トライゲートをバウンスすることで凍てつく呪いの無効化をかわす。ついでに墓地からダンディーを回収。これで凍てつく呪いは対象がいなくなったので不発。トライゲートの効果が通って泉を除外。正直全伏せを祈り割拠が一番怖かった。まだ動けるとはやりますね。これであの2枚はサーチした泉と行かれる嵐確定。両方使ってきたらボルテックスさんの出番だな。泉が起動する前にボルテックスでチェーン。スパイラルの自身と相手の場のカード2枚を破壊。この時ボルテックスは破壊耐性を与えるラストリゾートを装備しているので、実質コストなしでぶっ破できる。相手ターン終了時にグレンの指名者でハンデスしてたカードが帰還。このまま殴りたいけどこのターン一時休戦でダメージ通らないんだよな。変にドローするとルーン速攻魔法がデッキ消し飛ばしてくるしやることねえな。とりあえずダンディーで相手のデッキトップ見てから考えるか。強欲謙虚ならウララで止まるな。よしこのままターン渡そう。デッキ減ってる時はリゾートの維持コストが嬉しい。輝く炎のルーンの2枚でデッキトップ除外されても余裕で耐えるし強欲謙虚止めて終わりだな。
はい、そこ。これ、相手がボルテックスに破壊された2枚温存してたらどうなってたかわかんねえな。宇宙創生しても魔法穴はきついスパイラルであった。ミッションコンプリート。ミッションスタート。こちらの高校、この初手で先行展開するとしたらダンディ効果のお祈りになったな。相手はスプライトか。やっぱ環境初期だと多い。まあスプライトはモンスター効果だしトップ一雫でいけるでしょ。ジーニアスにスマッシャーズぶち込んだりグレイスを墓穴で指名するのだけはやめてください。特にグレイス墓穴で飛ばされると終わる。カエルスプライトか。伏せは法要とかでお願いします。スパイラルリゾート発動中はスパイラルが相手の効果の対象にならない。なので展開前に置いておくと対象に取る軽誘発はケアできる。レッドキャロット確定か。もうそれだけで止まってください。何でもしますか。トップ、一雫。一雫じゃないけど割と神の引きだからこのまま頑張る。とりあえずスパイラルリゾート。墓穴持ってるけど直接妨害されないならスルーで。リゾートの起動効果でサーチ。お、それはワンチャンあるぞ。そのウサギに対して墓穴、できればキャロットで止めてくれ。やったぜ。伏せがないからリゾートの耐性は気にならないし、サーチで持ってきたいジーニアスはすでに手中にある。このタイミングでマスカレーなってことはアポロウサか。4体ウサだとちょっときついがどうだ?エルフの耐性を優先した3素材ウサか。まあこれならなんとかなりそう。墓穴が向こう、ウサギが通ってリゾート不発。ここからはアポロウーサを消費させる時間。ジーニアスのサーチは無効か。せっかくビッグレッドが通るようにしたのに。これを止められたら負け。よかった通った。ソウルズが着地しないとこの後展開できなかったから勝負の分かれ目だった。ソウルズでスビッチしてしまった救出を墓地に送ってグレイスが蘇生できる。起動効果でサーチ。なおグレイスは墓地に行った時のサーチが名称していたターン1なので、妨害するならそっちを止めた方が刺さる。ダブルヘリックスが着地したことでジーニアスの自己蘇生も使用可能に、一応にビルが飛んできた時用に出すのが簡単なボルテックスサーチ。リゾートのサーチもターン1がないんだよな。デッキトップ確認用にダンディ。これで最後の妨害も使ってくれたな。ここまで来たらあとは適当に展開して、アクセスコードに繋げたらボルテックスと一緒に殴って打点足りる。ダンディでトップチェック。ダブルヘリックスのリクルートを確実に通したいだけなので外れても OK。ミッションコンプリート。改めてデッキレシピ。初動でジーニアスとソウルズが欲しいので、ジーニアスにアクセスできるリゾート3枚。実質ソウルズのイリュージョンオブカオスをサーチできる儀式の準備3枚。ジーニアスとソウルズ、ドローンからどちらかをサーチできるワンチャン2枚。イリュージョンオブカオスが1枚なのは枠がなかった。セレーネのために魔法を墓地に送りたいので本体よりサーチ魔法を優先。ワンチャンはターン1じゃないから3枚でも良さそう。ジーニアスでサーチできるスパイラルギアは1枚。死者蘇生は手札からグレイスを出せる黒魔術のベールと役割被るけど、ベールとグレイス両方都合よく引いてる場面が少なそうで、どこに妨害くらってもリンク数増やせる方が強そうだったのでこっちにした。ひとしずくは後手まくりはもちろん、単純に手札から捨てるのが便利なので2枚。グレンの指名者はキュリオスで送ってグリフォンでセットする枠。環境次第で魔封じとか生贄封じにすることも、誘発はうららと G、うららは3安定として G の枚数は悩んだ。抹殺用に1枚入れてワンチャンかひとしずく3にしようかなとか、ここは気分によって変わりそう。エクストラは主に制圧用、姫宮は墓地落としと死者蘇生とか、リゾート回収とかで救える命があるかもしれない。DD クローに枠取ってリサイトスターリングよりは姫宮派です。バリケードベルグは手札を捨てて展開するよう。トロイメアリンク2たちは高校で手札捨てながら妨害踏んでくれる。リンク1をセレーネ素材にするためにサクリファイスアニマ入れてる人もいるけど、アニマ出す状況で魔法3枚用意できてるか微妙なので不採用。スパイラルはお気に入りテーマなので改善案あったらぜひ教えてください。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。